こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはオクラうどんです。オクラ釜揚げうどんですね。で、主食も同じですね。で、湯豆腐、おかずは湯豆腐3丁、木綿の湯豆腐3丁食べます。で、蒸しキャベツですね。以上です。ちょっと本格的にダイエットせなあかんのでね、このポテポテしたお腹が困ります。さて、体重何キロか。なんで増えてるの？水分の取りすぎかな。昨日もそんな食ってないはずなのにな。 57.7、 500g 増えてます。 57.7、体重 57.7、 体脂肪率 12.7。 雨も食べてない、ピーナッツも食べてない。体重 57.7、 体脂肪率 12.7、 基礎代謝 1359、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 47.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 57.7、 500g も増えてます。体脂肪率 12.7%、 内臓脂肪レベル5です。おかしいな、昨日もほとんど何も食べてないはずやねんけどな。オクラうどん、オクラ釜揚げうどん、湯豆腐、蒸しキャベツ、以上です。ほんま何食べてんやろ昨日。今日はこれで終わります。ご視聴